いつもご視聴ありがとうございます。今日は ADHD について同じ症状の方がいれば参考にできたらなと思い動画にまとめてみました。ADHD についてお話ししましょう。 高温性発達障害というのを持っています人間関係対人関係や注意力の欠陥や多動などがある症状です僕はアルバイト先を対人関係がうまくいかず去年で5回ぐらいアルバイト先を 変わってきました今回この動画で皆さんに知っていただこうと思ったきっかけはメールを交換している友達がいるんですが自分自身を受け入れようというふうに言ってくれて僕自身も ADHD について受け入れられるように皆さんと 楽しくお話できたらなと思い動画をアップすることを決意いたしました今後も症状についてや日常生活についての動画をまた上げていきたいと思いますのでチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたしますそれではまた次回お楽しみにください